本日は皆さんどうもありがとうございます。まあ、20周年ということで、まあ、我ながらよく20年体が持ったなと、大きな怪我しながら、やってきたなとは思うんですけども、この20年という節目で本当に、たくさんの方のご協力を得て、この9月1日両国大会でこういう記念大会を開けることを本当に、嬉しく思うとともに、本当に感謝したいと思います。まあ、そのためにもやはり、まあ、協力していただいた方たち、そして何よりも期待してくれるファンの人たちが思うそれ以上の、ものをぜひとも見せたいと思いますし、そういう空間を作り出したいと思いますので、これから あと半年、だから半年なんて多分おそらくすぐ過ぎてしまうと思いますし、まあ、久々に何ていうのかな、この大きい大会をこの半年前に発表できたっていうのは非常に大きなことだと思うので、まあ一日一日、1時間1時間かな、それを大切にして、その日までしっかり動いていきたいなと思います。言える範囲、はい、そうですね、まあこの20年の中で本当に、まあ、いろんなことがありましたし、いろんな人との出会いや別れもありましたし、まあ、この日ばかりはでも僕的には、僕が関わってきた人、お世話になった人、お世話になった団体さん、そういうところからぜひとも参戦していただきたいなと、はい、思います。声をかけない意味もわからないと思うんです。はい、やらないよりはやった方がいいと思うし、動かないよりは動いた方がいいと思うし、もしかしたらそれが形になるかもしれないし、ならないかもしれないし、でも、うん、やっぱり自分の20年には欠かせない人という部分にはしっかり声をかけたいなと思いますし、まあ、おそらくなんですけど、今まあ僕は勝手に考えてるんですけど、タイトルマッチはやらないんじゃないかなと思うんですよね。うん、そのこれからの半年の流れによって、どんなタイトルマッチが繰り広げられるのか、誰がチャンピオンなのかも分からないし、その後も誰がチャンピオンなのかも分からないし、まあ、そんな中でおそらく9月の両国というものに、そのタイトルマッチというものを組み込んだ時に、そのシリーズのなんていうかな、邪魔になってはいけないと思うんで、もう勝手に今言ってるんですけど、あくまでもその記念大会として、まあ、タイトルマッチがなくても層の厚い興行にできればそれでいいんじゃないかなと思ってるんで、はい、基本的には僕に考えさせてほしいですね。うん、でだからまあどれだけの人を呼べるか分かんないですけど、まあ、あんまりたくさんいたらシングルマッチっていうのは少ないかもしれないし、まあ、それでもそのリング上であったり、その会場の空間というのがやはりみんなが楽しめる空間になればいいと思ってるんで、うん、なるべく俺はやっぱ俺自身はシングルでいきたいですけどね、あとはそんなシングルあんま組まなくていいんじゃないですかね。で例えば、ね、7月8月にタイトルマッチがあるとしたら9月のカードを発表できないわけだし、うん、そういった点でも大人な意見です。なるべくそのカードとかも早めに発表できたらいいと思うし、うん、やるかもしれないけど俺はやらない方向でいきたいなと思いますね、タイトルマッチは。はい、まあ、やっぱり僕的には20周年のグッズとかそういうものもいろいろ作っていただきたいですし、せっかくなんでアフターパーティー的なものもちょっとこう門を広げていろんな人が来れるようなものもやりたいなと思います。この半年の間に、ま、ね、そうやってタッグリーグもあるし、まあ他の外の団体さんのものもありますし、うん、少しでも丸藤直道というレスラーの価値を上げながら9月1日を迎え
迎えればいいかなと思います。全然大丈夫です。はい。はい。まあそれはやっぱり、ビッグマッチという部分で、まあ本当にこの両国を取るにあたっていろんな方が動いてくれて、まあ、いくつか選択肢があった中で、まあ、この会場が一番いいんじゃないかという、本当に俺以外の人がたくさん動いてくれたので、まあ、そういう方たちに対しての感謝の気持ちも本当に込めてしっかり成功させなきゃいけないなと思います。今回の両国という場所を決めた経緯についてはですね、やはりその丸藤選手が8月です。8月デビューなので、その近辺になんとか会場を見つけられればなというふうに動いていた中で、皆さんも多分ご存知だと思うんですけど、両国国技館が7月8月と工事改修工事に入って、で9月は本場所という中で、なかなかその場所が決めあぐんでた時にです、まあ丸藤選手がおっしゃった通りですね、いろいろな方たちの力というか協力を得てですね、奇跡的にこの日が取れたと。まあ、ここについてはですね、ノア創業者である三沢さんの力も働いていたりだとか、やはり20年丸藤選手がやってこられた人を20周年はもうのために一肌脱いであげようっていう方たちがですね、大変こうお力を貸していただけたので、この両国をに決定いたしました。で、まだ先ほどもちょっともうちらっと申しましたけども、なかなかその試合だけではですね、試合を見てもらうだけでは皆様にいろいろな形でですね貢献できないので、その後同じ場所で、両国の大広間をそのままお借りしてアフターパーティーをしようというふうに思っております。で、今回は本当にたくさんの方が協力してくださる大会なので、プロレスリングノアというよりもですね、丸藤直道20周年記念大会実行委員会という形でですね、いろいろな形の力をお借りして盛大な大会にできればなと。なんなら丸藤選手第1試合からメインまで全部出てもらってもいいんじゃないかなというふうには思っておりますけど、ここは要相談で、はい、却下ですね。どうですかね。でも、まあ、両国のなんか大きな試合とかになると他団体さんが本当に多いんで、はい、まあその一つ一つ、まあ、やっぱりね、僕が一番若い時だった星川さんもそうだし、ベストバード取った近藤選手もそうだし、G1 で何度も上がらせてもらったし、まあ、そういった点でもあまりこう両国イコールノアっていうイメージはないとは思うんですけど、はい、まあ、だからこそそこでまた新しい印象というものをつけれたら、それがまた一ついい効果が生まれるんじゃないかなと、まあ、どの試合がっていうのはだから特にないですね。頭の中ではもちろんあるんですけど、まあ、それができるかできないか、できない可能性の方が高いかもしれないけど、まあ、アプローチはちょっとどんどんかけていきたいなと。